千葉市立稲毛高等学校。付属中学校は、千葉県千葉市三浜区の海浜ニュータウンにある公立の中学校、高等学校。併設型中高一貫生も学校で、中等教育学校への段階的移行が予定されている。中高共通の通称は、稲毛、稲高、市等。高等学校の通称は、東高。付属中学校の通称はイネフ、稲夫。 千葉市立千葉高等学校に次いで二番目に設置された千葉市立の高校である。教育課程は全日制課程で開校時から普通科を設置していたが、1990年に千葉県では初の国際教養科を設置された。2007年に千葉県の公立高等学校では初となる併設型中学校千葉市立稲毛高等学校付属中学校が開校し、 中高一貫教育校となった。英語教育や国際理解教育に力を入れており、アメリカやカナダなど海外の学校との交流が盛んである。また2003年より2期6年にわたり文部科学省からスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定されていた。2022年から中東教育学校への移行が開始され、2027年完了予定。 卒業生の渡航による、ライトノベル、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。で、劇中の千葉市立総武高校のモデルになっている。同じく、テレビアニメされた、あっちこっちでも猫毛高等学校として、稲毛高校をモデルにしたと思われる学校が、登場する。絵変更。校舎は船をイメージして建設されたものであるが、改修等によりその形状は、 若干崩れてしまっている。4万冊を超える蔵書のある図書館や合宿所である、法有館、英語の授業のために設置された第二特別教室棟がある。2009年公開の映画、20世紀少年、第2章最後の希望にて、主人公、カンナが通っている、東京都立新大久保高等学校のロケ地として使用された。 ほとんどの文化警部活動は高等学校と合同で活動。ありがとうございます。